よし、雨ですね、予報通り、はい、早めに上がってくるといいんですが、急ぎます。はい、葉っぱ、葉水、びちゃびちゃですね、よろしくないですね。はい、収穫します。フィニッシュですね。3つで足りちゃいましたね。そして箱十分足りますね。はい、足りなくなるかと思ったんですけど、急いでしまう。はじめましての方は、はじめまして、シャツジコムと申します。この歌をよろしくお願いします。そして前で手伝いしてくれた、本当にありがとうございます。ご視聴よろしくお願いします。はい、コメントいただきましたね。休みが欲しい、はい、年4作無理なので3作になってますんで、もう今年から丸屋の屋1作しか作りません。はい、長期1作の予定です。休み取りたいですね、まあ、休み取りたいというかですね、はい、テンバットさん、トマトは落ち目ですよ。 あ、忘れてましたね、トロロプシ2号です。本日も頑張ってまいりましょう。燃料もそう、燃料いらないんですよね。いらないんじゃない、少なくて済むんですよね。そう、あの越冬というか即成トマト、暖房費が給料全然節約、節約というかかからないということですよね。そっか、ミニトマトいいですね。なんかやっぱでも研修とかやらないといきなり無理ですよね、多分、うん、いきなり次の作からトマト植えちゃうとか無理ですよね、うん、ちょっと検討しますね。ちょっと甘い旨味のあるミニトマト作ってみたいですね。はい、ということで今日は雨でもう最低ですね。量も 6M0、 なんだったらちょっと長いやつ S に突っ込んじゃいましたね。もうベッドもうどん粉も出てますん で明日がちょっと怖いですね。今日の夜ぐらいから晴れて明日はいい天気らしいんで、はい、注意、焼け注意したいと思いますね。それからですね、皆さん知ってる人は知ってるんですが、シャタ3号っていうチャンネル知ってますかね。あれ微妙にあの増えてるんですけど、今23名、はい、活動停止中ですが、あれをですね、シャタ農園とシャタ2号とシャタ3号を同時にチャンネル登録してくれる人っていうのは、まあ、相当僕のことを愛してくれてるんでしょうね。だからちょっと余裕ができたらシャタ3号動画もちょっとゲーム実況、ゲーム好きだったんで今もうできないですけど、やりたいなと思ってますんで、あ、ちょっとどうでもいい話してしまいましたね。じゃあキュウリ乗せましたんで出荷してみます。はい、最初はピヨピヨじゃんけんチョキじゃ、あら、
お、ピオさん元気そうで何よりですよ。ラムネですよ。俺ピオさん腫れてきちゃったよ。焼けないよ、大丈夫だよね。なんだ焼けって。もう焼けてたら俺が笑ってやるよ。はっはっ。おなじみのピオさんですよ。バーン。皆様今日はお疲れ様でしたね。実はどうやら何やらシャタは20日以降の段取りが組めないらしいですよ。笑っちゃいますよね。ああ、そういうことで最初はピヨピヨ、あっち向いてこらよそ見すんな。Two.